よし、じゃあ続きをやろうと思います。ラビリンシアンに入る。これね、この前吹き飛ばされちゃって死んじゃったんだよね。で、まあマグナスの目を見るためにはみたいな話してたよね。杖をね、探しに行かないといけないということだったので、ラビリンシアンの中からマグナスの杖を回収し、ウィンターホルダ大学へ戻らねばならない。この杖だけがアンカノによるマグナスの目の悪用を止められる。ラビリンシアンって困ったな。この前のほら、ドワーフのあの子たち置いてきちゃったんだよね。いてくれたら超ラッキーだったんだけど。まあ仕方ない。ということでラビリンシアンに行こうと思うんだけど、モーサルから一番近いのかな、なんかそんな気がする。でもさ、結局なんかかなりの坂道登ってこなくちゃいけないかもしれないなっていう気もしてて、ホワイトランまで行ってなだらかな道を行った方がいいのか、あとね、お薬とね、回復薬と食べ物がめちゃめちゃ欲しいんだよね。 もうちょっと勝てる気がしないというかね。ホワイトランに行って久しぶりにね、お買い物してね、でモーサルにもう一回送ってもらえばいいんじゃないかな。なんかそっちの方が幸せだよね、きっと。そうしよう、そうしよう。ちょっとうるさいな、 PS4 の番。よそ見してた、信じらんない。今ね、ちなみにね、夜のね、5時。5時っておかしい。夕方の5時。だから、まあ、今からホワイトランに送ってもらって、で、ホワイトランで一泊するか、まあ、疲れながらもう、そのままモーサルに行くか。え、敵がいる。まだ戦ってる。まだ戦ってる、あの人。大丈夫かな？どうする？一応戦ってあげようか。なんか、かわいそうだし。お！お礼も言われなかったけど、まあ、しゃあないね。こんにちは。あ、びっくりした。あ、なんだっけ、ネラ母さんだったっけ。亡くなってるのかと思った。あれ、なんかすっごいいろいろ持ってる。ここの人、食べ物売ってくれるんじゃない？あとなんか、あ、ないな、あんまりいいの。狐来てる？よし、来てるね。行くよ。好きでしょ、ホワイトラああ、どこに行きたい？ン。ホワイトランに行きたい。少々雪が降っても平気さ。心配ご無用。あ、夜だ。今何時？あ、もう夜の11時。ホワイトランの宿屋で休ませてもらおうか。久しぶりだね、みんな。あんま知らない人だけど。あんまりね、関わってないからね、ホワイトランの人たちと、今回は。ん？どうも。どうかな？にぎわってる？さあ入って、快適なベッドが用意してありますよ。久しぶりだな、なんか。何か用？ 仕事を探しああ、ているごのめん。なら。そんなわけで何はか言ないうか。の。泊まりもちたい。ろん一泊でいいわね。オッケー。お部屋へご案内します。こちらへあ、どうぞ。食べ物買えばよかったな。ご飯食べたい。ないじゃん、全然。キャベツ高いんだ。でも、いるからね。高いな。お金ないんだよ。あるんだけど、あるかな。でも、使いたくないな、お金。マグを洗わなくちゃいけないの？分かった。洗ってて。私、ちょっとこれ使わせてもらうから。何かお困り？ちょっとさ、あ、いいね。キャベツスープシチュー、サーモンい、ステーただいキ。ま。もったいないな。なんかもう10ポイント回復っていうのがさ、野菜のね、すげえ楽ちんすぎるからさ、即席の10回復の方が嬉しいんだよね。この人さ、何？バトルボーンの男の子とできてるんだっけ？ 急に暴露するけど。あら、何か必要なものでねえ、なんも？かいい感じなんでしちょっと刺ょ？激のある。今宵は美しいあなたいのろたんめなに話してる。魔法あ、の歌を歌ってあげジる。ョン・バトルボーン。今はダメよ。あ、い忙るじゃしん、いのるじゃん。いつも働いてるじゃないか。ここで長く過ごす理由が他にあるか？ミカエルはなかなかの歌い手よ。あ、そう彼ながんいるだ。から、ここあなで。たはいつもここにいるのね。そうだな。あの吟遊詩人は才能がある。それは認めるよ。ただ、称賛するのは音楽だけにしておくんだぞ。ああ、ジョン、愛しい人。あ、言っちゃっあなた。たは唯一の忠実でそやなノルドよ。ははは。
それでこそ俺の娘だ。俺の娘だって直訳がすごいな。言ってる愛しい人ってここで会ってたんだ。なるほどね。朝いつもさ外でさ言わんとこで座ってたりするけど、そうだね。切ないよね。なんかロミオとジュリエットみたいな感じでしょこの二人って。あなたも吟遊詩人になりたいんだよね。まあまあちょっとシワが気になるけど実は若いとかそういうことでしょ。ちょっとロマンチックな感じのを見れたし、夜中の朝一でこうパン食べて買ったからね、お水飲んでよし。はっちょうど何か用か。すげえなんか出待ちというか。うん、綺麗。久しぶり来たけどやっぱり可愛いアクセサリーはいかが。新鮮な野菜がお買い上げです。よりすぐりの活気があって。でも売れた果物と新鮮な野菜が欲しい。久しぶりにこんにちは。あーいいね。何バター。あ、20ポイント回復だって。え、これ何、初めて見た。バターいい。んー、なんか持っていけるものは全部持っていきたい気がしてきた。あ、めっちゃお金なくなった。と新鮮な果物と野菜を食べるのよ。ありがとう。あとここで、あ、まだ開いてない。何時だろう。お花も取っとこうか。なんか用か。んこれなんだろう。え、ちょっとステーキは。これ何のマーク。あ、入っていってる。開いた。まだ。あ、開いた開いた。よく見て、探しているものが必ずあるはず。もしなかったら言ってね。しまい込んじゃってるかもしれないから。うん、あのね、回復薬をください。あなた顔色が悪いわ。運動不全症かも。あれでも私、東京のビールではかなり問題になっているの。あ、まあ、あれか、なんか恩外症みたいになってるような気がする。まあ、見てきて。アルカディアさん顔渋いな、なんかなんでそんななんかちょっと酸っぱそうな顔するんだろう。回復薬あんま変わんなくない。体力が倍で重量も倍になって値段がちょっと高いしね。こっちがなんかあんま美味しくないね。まあでも買えるだけ買おうか。あ、めっちゃ作れるじゃん。金払ってマジで作れるだけ作って。 OKOKOK。 もういいでしょ、こんだけ持ってたら。あ、なんかついてきていただいたりする、もしかして。私と剣を交えられると思うの。えだ、ちょっといいわ、おしゃべりは終わりよ。ついてきてくれなさそう。お金払ってついてきてくれる人。何も分かっていない。また言ってる。我らの苦労も普通も分かっていない。ね、かわいそう。ジェーナッサさん。剣と影、静寂と死、それが私の芸術よ。程よい料金で素晴らしい作品を仕上げてみせる。一緒に来てもらおうか。なんかいいかもしれない。常に影の中を行きなさい。敵に見つかる前に敵を見つけられるように。恐れも知らなければ後悔したこともないわ。あなたを雇おうか。料金を支払ってくれれば、うん、あなたと一緒にどんな敵だって倒してみせる。賢い選択ね。案内してちょうだい。ついていく。あ、やった、嬉しい。行こう行こう。あなた先週そう言ったわよ。先々週もね。行くよ。さっさと行かないと衛兵を呼ぶわよ。あれ？何か用でも。やめろ。来て来て。ラジオ運命をたどりたくなければ。あれどうしたの？あれ500払ったのに。来てくれるんじゃないの？あ、来てる来てる来てる。なんだ？え、なんもない。来てる来てる。あ、いいね、あのジェナッサさんのさピンク色の可愛いよねこれ装備。私もそれがいいな。どこで買うんだろう。よし、ラビリンシアンに行こう。歩いて行っても夕方になるけど、モーサルに飛んでもきっと夜だよね。どうやって行けばいいんだろう。せっかく景色が綺麗だし。と言ってもさ、ここを走って行ってる間になんか襲われたらあんま意味ないんだけどね。あー、巨人がいる。マンモスもいる。あれ倒せるようになったら一人前だなっていつも思うんだけど、私多分まだ倒せたことがない。あ、すっごい近くにいたじゃん、びっくりした。
ごめんごめんごめん、めちゃくちゃびっくりした今。あの山かな、ラビリンシアン。なんか見える？あ、でもマンモスのディティールってすごいかっこいいね。あ、びっくりした。やめて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 。バカか、もうやめてよ。おお、強い強い強い。かっこいいね、マンモスって。あんまり近寄れないけど。あ、牙ってああなってるんだ。2つずつあるんだね。え、どの動物もああだっけ。わあすごい、あ、ちょっと自信が。この人のせい、地割れは。うわすげえ、暗い。もうちょっと綺麗に見たかった。あ、なに、あ、なんかあんま悪いことしてくれない、しないんだ。攻撃さえしなきゃいいってことね。わ、綺麗、ほんと逆光だから綺麗に見えないけど。あ、鼻って鼻ってるんだ。今回はいいんじゃないかな。なんかラビリンシアン、ちょっとどんな感じだったか覚えてないけど、行ったらああこういう感じって思い出しそうだけど全然覚えてない。あ、あ、なんかもうラビリンシアンに入ったっぽい雰囲気ある。あ、これそれっぽい。わあすごい、なんかいるかな。なんかさ、全体的にあのどこのスカイリムのどこのこういうところでもだけど、ドラゴンの骨っぽいフォルムというかディティールというか、こういう入り口多いよね。 なんだろうね、やっぱそういう感じなのかな。怖い。なんかいる？ここ？マジでここ？あ、まあここではある。入り口がちょっと、でも多分ここでしょう、入り口。え？やだ、もうトロールがいるじゃん。まあもういい思い出ないよ、トロール。どうしよう。